こんにちは、ソータリオです。今私たちはリゾートバイトで熱海に住んでいます。本来なら食事提供があるリゾートバイトですが、今回の職場は自炊です。現在1週間の食費は2人で2000円ほどです。そんな私たちの1週間の食事を今回は記録してみました。ぜひ最後までチェックしてみてね。この日は仕事がお休みだったので、簡単にそばを作って食べました。夜ご飯は多めに作って、明日のお昼ご飯と併用しました。次の日が出勤の時はいつも多めに作って楽できるようにしてます。カレーは中辛であったら適度な辛さで美味しく食べられます。この日は業務スーパーのパンを手作りジャムで食べました。発作ジャムを作る工程は過去の動画でアップしています。お昼ご飯は職場で昨日のドライカレーを食べました。この日の様子は1日ルーティンの動画にも上がっているので、ぜひチェックしてみてください。夜ご飯は手作りのトマトソースでサバトマトパスタを作ることに。シンプルな味付けだけどサバの旨味があってめっちゃ美味しいです。海辺にいてゆったり外で食べました。朝ごはんは業務スーパーのパン。大人気な業務スーパーのパン、焼くとカリカリふわふわでとても美味しかったです。お昼ご飯は昨日の夜に余ったサバ缶でおにぎりを作りました。このおにぎりは初めて作ったんですけど、めっちゃ美味しかったんで、ぜひみんなも作ってみてください。この日の夜は簡単に母からもらった担々麺食べました。4日目、朝はパンを食べて昼はクッパ風を食べました。参考にしたレシピは全部概要欄に書いてあるので、ぜひチェックしてみてください。この日はお昼にアイスのもなかを2人で半分ずつ食べました。大きいから半分でも結構満足感あります。この日の夜ご飯はワンプレート。洗い物が少ないからというよりかは、そもそも皿がないからです。ごぼうの甘辛はおすすめしたいのでレシピを載せておきます。この日はサッカー観戦ということで、お酒とおつまみを買っちゃいました。朝ごはんはこの日もパンです。紅茶と一緒に食べました。お昼は昨日の残りと混ぜご飯、ソータと同じタイミングでの休憩でした。今日も今日とて夜はワンプレート。基本この生活は野菜ばっかりです。朝ごはんはリオの大好きなオートミール茶漬け。本当に美味しいので、ぜひ食べてみてください。お昼は昨日の残りと、あとご飯が固かったのでお粥にして食べました。夜は母が仕送りでくれた手作りジェネレーゼソースでパスタにしました。こんな感じでめっちゃ美味しかったです。この日の朝ごはんもオートミール茶漬けですが、とろろ昆布を加えてみました。安定の美味しさです。本当に美味しい。この日のお昼はグルテンフリーのお好み焼きです。粉もんが体に合わないのか、よく体調を崩すので小麦粉を使わずに作りました。夜は余ったカレールーで和風カレーうどんを食べました。美味しかったです。ピリ辛で。最後まで
見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。